諫早のメガネ橋長崎のメガネ橋、通順橋メガネ橋は橋の種類の一つ。本来はアーチが二つ連なった石像二連アーチ橋を指す。二連アーチ橋自体と水面に映る橋とが合わさった姿がメガネのように見えることがその名の由来と言われている。講義では単アーチ橋や三連以上のアーチ橋も含めた石像アーチ橋全般をメガネ橋と呼ぶ。 また、石像だけでなくレンガ作りのものも、メガネ橋と呼ばれることがある。個別の橋の名称や別称としても用いられる。メガネ橋は土木技術の域として重要な構造物であるが、道幅が不足するので、コンクリートの広い橋に架け替えられたり、洪水時に川の水をせき止めて氾濫の原因になるとして、解体や撤去が行われ、全国的に急激に数が減っている。 日本の石橋を守る会という団体が全国の石橋を対象に保護活動を行っている。古代ローマの水道橋のように日本国外にも石像アーチ橋は存在するがメガネ橋という呼び名は日本国内の石像アーチ橋に対してのみ用いられるのが一般的である。古い長崎の面影を残しているものの一つに中島側にかかる石橋群がある。 その中に本格的石橋としては日本最古と言われるアーチ式のメガネ橋があるという。メガネ橋以後に架けられた中島側の石橋はすべて単アーチであるのに対し、メガネ橋のみが二連アーチである。長崎県ハサミ町ではハサミ盆地に橋が多く、その中にメガネ橋が含まれる。メガネ橋は石像アーチ橋の通称で、一般には石橋で通用する。 ハサミ町のメガネ橋の80%は、川田川上流の山間部の養魚地に存在するという。ハサミ町のメガネ橋は、名前の付くものが25橋のうち4橋と少ない。という。長崎県バ原町では17橋あり、それらは佐沢川本流に6橋、支流に11橋あるという。バ原のメガネ橋はすべて共鳴が付けられているものの、 共鳴の由来がはっきりしないという。群馬県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県、福井県、愛知県、広島県、山口県、香川県、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県、宮森川橋梁特起しないものは、石像、二連アーチ橋。ありがとうございます。